双子日記。7分の2の破壊力。寒さに耐えるみたいに体に少し力を入れ、連続7回のパンチに備える。それでもダメージを食らう、そのうちの2回。西条なごみのネムネムタイム。はい、西条なごみです。この番組はデジタル声優アイドルグループ7分の22の無口な関西人西条なごみがお休み前のネムネムタイムにちょっとだけおしゃべりする番組です。はい、今週は声治ったかな治ったかなちょっと先週までちょっと風邪をひいてたのであれなんですけど、ちょうどこの間収録してる今の段階では、今のところ今年に入ってまだ1回しかちゃんとメンバーと会ってないんですけど、よく言ってるんですけど、私長い間会わないと人見知りが再発するのでそれが多分あれなんですよね、スタッフさんとかには意外とあんまり出なくて、まあ、そんなにメンバーほど距離が近くないからだと思うんですけど、メンバーは普段こう毎日ほぼ特に年末とか会ってた分、会わない時間が多いとそのギャップが激しくて人見知りが再発するんですけど、最初に今年最初にメンバーと会った時に2人ほどちょっと目を見れなかった人がいたんですけど誰かというと、すごい声が大きい望月里乃さんと、まあ、あの人いつもなんですけど、あとアメリカ帰りのサリーちゃんあの2人がずば抜けてテンションが高くてもうなんかリノちゃんとかは一応後輩なので明けましておめでとうございますって、こんな声じゃないんですけどね、もっとちゃんとハキハキ喋ってるんですけど、あっって思ってはってピコってしてでそしたらばったりサリーちゃんと出くわして、明けおめーって言われてちょっと返せなかった。私最初にグループ入って最初のそのお正月明けに千春とサリーちゃんに今年初めて会うってなった時に明けおめって言われて、すごい緊張してたから逆になんか失礼だと思われたらダメだなと思って、ごめんちょっと人見知り再発しててって言ったら、サリーちゃんがじゃあ余計話しかけちゃおうとかやめてって逃げた記憶がある。あとめっちゃ個人的なわがままなんですけど、会わない間に髪型変えるのやめてほしいメンバーなんかそう、久しぶりに会ったら後輩の椎名さつきちゃんとかが髪型全然変わってたんです。髪色かな、髪色が変わってて、さつきちゃんに至っては初対面初対面だった。なんかさつきちゃんとはね仕事終わりが一緒だったので、なんか最後の日も会ってたんですけど、なんか控え室でふざけてたさつきちゃんと同一人物なんだろうかと思って、はじめましてみたいなだから長期休暇の間に容姿を変えないでほしい、みんな緊張しちゃうから萌ちゃんとかもすっごいスーパーロングだった髪の毛を結構切ったんです。何十センチとか切ってて、でもそれはギリ年越す前だったから
萌ちゃんはセーフだった。萌ちゃんはちゃんと目見れた。さつきちゃんはまだ話せてない初対面、これから頑張っていこうと思います